九州三考観光の車両九州三考、観光株式会社は、かつて存在した熊本県熊本市に本社を置く、九州産業交通ホールディングス傘下である、九州三考バスの完全子会社であり、貸切バス専業の事業者である。2015年10月1日をもって、親会社の九州三考バスに経営統合した、ことにより解散、消滅した。 遠隔においても述べてあるように、1984年9月に発足した九州参考観光株式会社1986年10月に第二次発足時に参考観光バス株式会社に社名変更においては小型貸切バス事業のほかに乗り合いバス事業も行っていた。内容として三間地域などにおける定期路線を中心とするかつては 親会社の九州産業交通が運行していた不採算路線を一旦廃止した後に沿線自治体等の補助により運行が継続されるようになった路線も当社が継承していた。なお、これらは通常の一般路線バスとは異なり自治体等による路線運営においてそれらを当社に委託する形が取られていることから事実上は一般路線バスと同じであるが形式並びに 法令上においては、貸し切りバスという扱いであった。2005年4月の事業再構築に伴い、三考観光バスの乗り合いバス事業を、県内の一般路線バス事業を運営するローカル子会社と統合されることとなり、雲南三考を存続会社とし、本社所在地を三考観光バスに継承するとした上で、三考バス株式会社が発足。発足と同時に、 乗り合いバス事業の業務を同社に継承した。九州三考バス、小島営業所、跡地運輸と別になる。ありがとうございます。